け、まあ、強さ高い車なんですが、大体今販売店さんに来られてご購入される方の4割弱ぐらいの方がハイト系ミニバンとかですね、ハイト系を選ばれているというのが実情です。で、弊社の方でもアンケートを取っておりまして、まあ、その中で安い価格というよりかはどちらかというと静粛性であったりとか乗り心地という部分が非常に、重視されている結果が出ております。まあ、今回ですね、試乗会ということで、まあ、コースをご用意させていただいているんですけども、ぜひですね、皆様のもですね、こう運転していただいて、まあ、ハンドル切った時の感覚であったりとかですね、バンク、まあ、角度のところで踏ん張っている具合とかですね、そういったところをぜひ体感していただければなというふうに思ってございます。なかなかこうミニバンというとご家族の方が乗られることが非常に多いので、やっぱりミニバンのその特性、ふらつきとかですね、そういったものはもちろん、備わっているんですけれども、乗っていただいた時の、静粛性とかですとかハンドリングとかそういったところを確認をしていただければと思っております。はい、以上ですが大丈夫でしょうか。はい、もう間もなくあの車の方来ますので、来ていただきましたら、皆さん運転していただくというような形でお願いをいたします。無線入ってますかね。はい、大丈夫ですか。はい、無線 OK ですかね。はい、前に止まってるシルバーのアクアが先導車になります。こちらの車についてきてください。はい、まもなくスタートとなります。ギアを D レンジに入れてスタンバイお願いします。ヤのタイヤテストコースです。
本当にすごい経験になると思います。今トヨタ京阪とグッドイヤー含めてこれ今日行ってますね。で今日乗ってるのは今乗ってるのはい、スタートします。前の車にしっかりついてきてください。トヨタのノーハンっていう車ですね。私一番好きだね。と今日クラウンとアクアとノハ車全部。ゆっくり減速して元の位置に戻ります。あとみへんタイヤテストかっからな。クラウン2回Aku ekai, non ekai, tol ekai kini villa, di kedai villa ini. Hai, so ida, kereta nori kai ni lagi mas. Mai no kereta to shiro no kereta nori kai de kudasai.あ、すみません。はい、ありがとうございます。まもなく出発となります。シートベルトの確認お願いします。イッサラワンネ、まあワンネもあるから、でノーマルタイヤス。ඊට පස්සේ වෑන් වලටම හදලා තියෙන ටයර් එක තමයි පිටිපස්සෙක ඉස්සලා එකනගේ. දැන් ඉස්සරහින් පේනදි වාහනය යනවා. මේ ඇක්කෝ එකේ ඉන්නේ මේ රේස් රේස් වලින් ගිය චැම්පියන්ස් ලා. හයි දෙනේ. ඒ කට්ටිය තමයි අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්නේ අද.
本。はい、じゃあ前の車どうぞ。はい。今はスタンドタイヤ、まあミニバン専用のタイヤ。はい、OK です。重たい感じするんですよね。なんかあっちの方が。あ、そういうことですね。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後あのヘッドの方で。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。Priusola, normal tires, high grade ke tires dala thi na. The mama ne kali ne normal tires dala. Right side ですね車列がスタートしましたらこちらの別のスタートします。今プリウス乗るんですけど。こちらの車はですね、1人あのまた2周ずつ乗れるので、まあ、1周目はあのスタンダードハイグレードっていうのを運転して、また2周目の続きはですね、違う感じの運転を試していただいてもいいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、スタンダードタイヤ、ノーマルタイヤ、ついてる車。それではスタートします。はい、続いてスタートしてください。行くんですね。で、同じ速度は違うんですけど、最初スラロームですね、50キロで行ってみます。で、50キロ出して、こう曲がってきますね。やっぱり
はい。で、今は、ハイグレードタイヤ入ってる車ですね。乗ってみたいと思います。で、これも同じプリウスです。車に乗ります。はい、ありがとうございます。はい、まあちょっと違うね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ついてる車は、まあ、簡単に言うと体ちょっと疲れるぐらい。それではスタートしていきます。ですかね。で、ハイグレードのタイヤついてる車は、まあ、体はちょっと楽、疲れない。ですかね。それでまあ体ちょっと疲れるんですね。あのスタンダードタイヤついてる車。出ましたらですね、60キロまで加速してください。そしてまたね、タイヤのね、ドアのノイズなどね、先ほどとの違いもね、ちょっと聞いてみてください。そしたら高速とか長い時、運転する時は。出ましたら80キロまで加速しますね。まあ人間的にはもう体疲れると思うんですけど、それもあると思うんですね。タイヤのこの違いは。まあ、これからも。ここで80キロでお聞きいただいてね、先ほどとのね、ロードノイズの違いなどもね、確認してみてください。みんな8月とかね、遊びに遠いところ行くと思うん
んですけど、まあ、一応ハイグレードタイヤ入れれば、まあ、疲れにくいっていうんですかねと思うんですね。最後30キロまで速度を落としていきます。アイアンまでの間に、まあ、70キロから、まあ、75キロ出ても大丈夫ですので、うん、その間で走ってもらって、はい、で あちらの赤いパイロンの方でもう ABS が効くぐらいまでトレブレーキング でその時しっかり止まってください、はい、で向こうで松原インストラクターが無線で制動距離の数値を教えてくれるので、その時しっかり止まれるようにお願いします、はい、それでは行きます。で止まったらこちらの黄色いレーンの方にぐるっと回ってもらって、はい、で元の位置に戻ってきていただくという感じですね。でシート調節レバーもこちらにありますので、はい、ご自分で操作しやすい位置に、はい、移動しちゃって大丈夫です。70キロだっけ？70キロですね。まあ75とかでもやっぱ80キロぐらいまで行っちゃう人もいるんですけど、まあ、そしたらもう同じ速度で3台乗り比べていただければ比較しやすいと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。しっかり、70キロ目安に速度を上げていただいて、赤いパイロンまでそれを維持します。で、赤いパイロンのところから、ブレーキをかけて完全停止。はい、夏タイヤ14m です。ではぐるっと左に U ターンしていただいてゆっくりお戻りください。はい、続いて次の方スタートですね。しっかり速度を上げていただいて、赤いパイロンから、思いっきりブレーキを踏んでいただきます。 ETC カードが挿入されていません。はい、冬タイヤ 28m です。ではぐるっと左に U ターンしていただいて、お戻りください。はい、次の方どうぞ。ベンキロペーテキロメートル速度上げにしたそのレッドポール青いパイロンからブレーキになりましたけど、そこからですと15m ですね、新品タイヤ。はい、ではぐるっと左に U ターンお願いします。テッドラティのパーレここパーレブレーキからの ABS オンのようなカム。はい、では戻りください。3mm です。では、左に U ターンしてお戻りください。で戻りましたら、乗り換えになりますね、次の車に乗り換えになります。で乗り換えて、準備できましたら先頭の方から、スタートお願いします。シートの調整もしっかりお願いします。はい、しっかり、70キロを目安に、速度を上げていただきまして、赤いパイロンから思いっきりブレーキです。はい、ナップタイヤ 20m です。そこから左にターンしていただいてゆっくりお戻りください。ミリメートル止まっていなかれそう。はい、3mm。なんかミリメートル、トナック。タイヤ12mです。じゃあね、パウチからボワン。タイヤ、指だけじゃないか。メーカーで言うのはノーマル、夏タイヤにへん、ノーマルタイヤじゃないか。はい、ガンミゾ3mm、11mです。
මේක ෆුල් ටයර්. ඒ කියන්නේ හිම කාලේ දාන ටයර්ස් ටික පාවිච්චිනේ මේ මේ වාහනේ. ඒ වල කුච්චර මීට ප්‍රමාණයක් අතන බ්‍රේක් කරාම වදිනවද කියලා බලන්න. මා නත්තයියාතෝ ෆුල් ටයර්. තෝ මාෂින් පින් ටයර්තෝ あと味噌が減った車ね。はい、タイヤ減った車。味噌が3ミリぐらいあって、まあそれのブレーキどのぐらい効くか。80キロで出した時、例えば高速乗った時、雨の路面状況、まあ雨で濡れてる状態で、まあ一気にブレーキ踏んだらどのぐらいブレーキかかるかどうか。見てみるんですね。まあすごい。新品タイヤ10メートル。まあ人によってブレーキ踏む感覚違うと思うんですけど、はい。まあ夏タイヤね。夏タイヤ。次はそのテーマになります。滑る状態ですね。夏タイヤだと、まあ、路面の状況によるんですけど、前編タイヤ14メートル。あ、まあ、はい。で次が、トヨタイヤ、まあ、全部車トヨタクラウンになるんですけど、はい、ちょっと後ろにお願いします。多分12メートルぐらいだったと思います。まあ、冬タイヤで80キロを出してみます。冬タイヤ26メートル。やっぱり冬タイヤは夏タイヤよりちょっとずれたと思うんですね。まあ、ブレーキ踏む場所にもよるんですけど、新品タイヤ13メートル。まあ、ブレーキ夏タイヤと冬タイヤはまあ濡れてる状態で同じですかね、だと思うんですね。残溝3ミリ、26メートル。じゃあ次、はい、はい、今は新品ついてる車ですね。30メートル。
新品タイヤは80キロ出します。新品タイヤ14メートル。まあやっぱり新品タイヤの方がブレーキはすごく効くんですね。あのメーター的にはその14メーター、今私はブレーキ踏んだ場所によるんですけど、14メートルだったんですね。はい、4回はされましたか。されたのかな、はい。安定はしてるんですけど、こっちの方がうるさい。さっきのあのそのミニバン専用のタイヤは、まあ、やっぱり静かだね。はい。だと思った今。まあこれ乗ってるのは3回目で、さっき2回ぐらい乗り換えて車。ಸದ್ಯ ರೆಡಿ ವಾಹನ ವ್ಯಾನ್ ಒಳಟಮ ಹದರ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಎತ್ತಟಮ ಅಡುಯಿ ಹಾಯ್ ಸುಯೋ ಸೈಗೋ ಮೋಯಿಚಿದೋ ಮೋಯಿಕೈಟೋ ನಾನಿಮಾ ಮೋಯಿಚಿದೋ ಮೋಯಿಕೈಟೋ ಬಿಡಬೇ ಹಾಯ್ ಪಾಣಾ ಹಾಯ್ で、2番専用タイヤついてる車、これは多分あまりうるさくないですね。先乗ったんですけど、experience එක මේ
ゲリラ。スタートします。前の車にしっかりついてきてください。テスト。さあ、切ってか。できんな。できパディンハンミンネリシブルパート。それでは最後にもう一周同じコースを走ります。タイヤの違いによる性能差を確認してください。一緒だゲーム。මේ වලින් ස්පීඩ් එක 40 පිටහට මෙහාට යනකොට කොහොමද ටයර්ස් වල සද්ද? අතරම ඉස්සල වාහනේ සද්ද වැඩි. මේකේ සද්ද අඩුයි. අපෙන් කොච්චින හොඟ සිසුකද と思いますね. 私的には。今の国内の紫外線が一番強いですから。もうバラク。でな。ハイブリッドタイヤク。ノック。まあすごく暑いね今日。හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මේ මොකද ඇඟට මහන්සියක් දෙනව අඩුයි. නෝමල් ටයර්ස් තියෙන වාහන පොඩ්ඩක් ඇඟට දැනෙනවා. ඒක ඇඟට මහන්සියක් වගේ මේ වෙනම දැනෙනවා මහන්සිය. අත්දැකීම මහ රද්දැකීමක්. ඒක මම හිතන්නේ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ජීවිතේට. ජීවනෝ කේකින් වනේ すごくいい経験だと思います。この人生の初めてこういうテストのコースで車走ってこういう経験取ったんですね。私一番好きなカーブはそこのカーブですね。まあ2カ所あると思うんですけど、その2カ所のカーブは一番気になってるのは私一番好きこのカーブですね。
見てね、バンパーソリングのサッデ、タイヤソルトのサッデ、ここにあるバンパーにあの乗っけるとタイヤの音どうなるかって感じますね。一回こちらに、はい、じゃあ開けてみよう。はい。